こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップの描画モードの中の乗算についてシェアしていこうと思います。描画モードは今まで動画の中でも何度も出てきたのですが、複数の写真を合わせてブレンドしてくれる役割があります。描画モードは全部で27個あって、ブレンドする加減や特徴が違います。今回は描画モードの中でも特によく出てくる乗算をやっていきます。乗算はもうパッと言ってしまえば、真っ黒は真っ黒のまま、真っ白は透過、そしてそれ以外の色は重なった色に少し暗さが足されます。まあそう言われてもあまりイメージできないと思うので、今回は乗算について大きく分けて2つのことをゆっくり解説していきたいと思います。1つ目が描画モードの乗算とは何か、そして2つ目が描画モードの乗算の使い方です。で、描画モードと言われても、描画モードってそもそも何と思う人も多いと思うので、乗算の話の前に描画モードの説明をささっとしていこうと思います。で、このチャンネルではフォトショップやライトルームについて詳しく解説しています。参考になると思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではフォトショップでやっていこうと思います。ではまず最初に乗算の前に描画モードについてです。描画モードの深いところについてはもう別の動画でアップする予定なのですが、もう簡単に言ってしまえば、描画モードは複数の画像のブレンド加減を変えてくれるものです。そのブレンド加減というのは27種類ある描画モードでそれぞれ結果が違ってきます。まずこの2枚の写真を使っていこうと思います。で、普段何も変えていない場合はここの描画モードのところが通常になっていますが、この場合は何もブレンドされていません。つまりその画像はもうそのままの状態で見えるということです。で、描画モードは通常とティザー合成を除いて、このように複数の画像があるからこそ成り立って、1枚の画像だけではこのように変えたとしても成り立ちません。例えば2枚の写真があって、1枚目がこの道路の写真、そして2枚目がこの鹿の写真を置いたとします。その場合、この上にある鹿の写真の方に描画モードをかけていきます。そうするとこのように2枚がブレンドされて変わっていくのがわかると思います。注意したいのは、描画モードは上から下に向かってブレンドしていくので、描画モードを使うときは必ず上にある方のレイヤーに描画モードをこのようにかけていきます。でも何枚も何枚も複数の写真があったとしても、一番上の画像に描画モードをかけると下の数枚の画像をブレンドしてくれるという感じです。まあ、逆に言うと、複数の写真があったとしても一番下のレイヤーに描画モードをこのようにかけたとしても、描画モードは上から下に向かってブレンドしていくので、この場合何も起こりません。下のレイヤーを基本色、描画モードを変えるレイヤー、まあ、つまり上のレイヤーを合成色、そして合わさった画像を結果色と言ったりしますが、どれがどれだかわからなくなってしまうので、上のレイヤー下のレイヤーとそのまま呼んでいきます。描画モードの使い方はこんな感じなのですが、描画モードの種類は一つずつそれぞれ特徴があります。その特徴を捉えることによって合成もしやすくなります。で、今回はその27種類ある描画モードの乗算をやっていくわけです。ではいよいよ一つ目の描画モードの乗算とは何かについてやっていきます。乗算はその名の通り、掛け算をして計算した色合いが結果として出来上がります。で、今回は乗算について分かるように2種類解説を用意しました。1つ目がパッと理解する、これは白や黒の単色の場合分かりやすいと思います。そして2つ目が計算式で理解する方法です。これは白や黒やグレーなどの色以外の場合分かりやすいと思います。ではまず最初にパッと理解する方です。もう簡単に言ってしまえば、乗算は最初に言った通り、真っ黒は真っ黒のまま、真っ白は透過、それ以外の色はもう1枚のレイヤーの色を反映してさらに暗くなるというのが特徴です。では白から黒のモノクロ画像1枚と色のついた赤いレイヤーを1枚用意しました。このレイヤーのところで見ても分かる通り、上にあるのが赤いレイヤーで、下にあるレイヤーがモノクロ画像のレイヤーです。この下にあるレイヤーは5色の色がついた画像です。左から黒、ちょっと濃いめのグレー、白と黒のど真ん中の 50% グレー、ちょっと薄めのグレー、
そして一番右が真っ白になっています。でこの上にある赤いレイヤーがここのスポイトで見ても分かる通りもう真っ赤です。でここのカラーコードで言うと FF0000 です。そしてここを一回キャンセルして描画モードの乗算をかけていきます。では先ほど描画モードについて話した描画モードをかけるときは下ではなく一番上の画像です。なのでこの赤いレイヤーをクリックして描画モードの乗算をかけていきます。そうするとこんな感じになりました。ではスポイトでちゃんと色を確認しながら見ていきます。ではまず最初に元の画像で白と黒だったところをスポイトで何色になったのか見ていきます。まず一番左の黒です。スポイトで確認してみてもやっぱり黒です。なのでやっぱり乗算は真っ黒は真っ黒のままというのがわかります。次に元画像の一番右にあった白です。スポイトで確認すると上に乗せたこの赤色と全く同じ色というのがわかります。なので真っ白は透過するというのがわかります。では次に白と黒以外の灰色のところを見ていきます。元画像がどんな色だったのか確認するためにちょっとこの赤いレイヤーをずらしたいと思います。こんな感じで元の色が上に見えています。暗めのグレー、50% グレー、そしてちょっと明るめのグレー、すべて上にかけたこの赤よりも全体的に暗くなっているのがわかると思います。なので乗算を簡単にまとめると真っ黒は真っ黒のまま、真っ白は透過、そしてそれ以外の色はもう1枚のレイヤーに反映してさらに暗くなるということがわかります。では次にちょっと難しい計算式に移りたいと思います。先ほどは白だったり黒だったり灰色などの淡白な色の画像を使ったから単純でわかりやすかったと思います。ですがもしこれが白、黒、灰色などのモノクロ写真ではなく別の色同士を重ねて乗算したらどうなるのかというのは計算式を使いながら見るとわかりやすいんです。まず乗算の計算式が上の画像の色の R× 下の画像の色の R÷255、上の画像の色の G× 下の画像の色の G÷255、上の画像の色の B× 下の画像の色の B÷255 です。まあ、255って何？と思う人も多いと思いますが、詳しくは別の動画でアップする予定です。簡単に言うと映像は RGB、 つまりレッド、グリーン、ブルー、それぞれ255種類色を持っていて、その組み合わせで色の変化を見ることができます。なのでここでは赤、緑、青、それぞれを255種類で割るというふうに考えてください。では今度は単色の赤のレイヤーとその上に重ねた青のレイヤー、この2枚のレイヤーを使っていきます。そして上の青いレイヤーを描画モードの乗算にしていきます。真っ黒に見えると思うのですが、スポイトで確認してみると真っ黒ではないのがわかります。これは最初に出てきた計算式に当てはめるともうほぼこの色、この RGB の色になります。ではまず最初の赤のレイヤーの RGB を見ていこうと思います。ではスポイトでまた同じようにこの赤を取って RGB を見ていきます。そうすると R が225、 G が10、そして B が10です。そして次に重ねたこの青色、今乗算になっているので一度通常に戻しますが、この青色の R と G と B を見ていきます。ではまた同じようにスポイトで見ていくと R が10、G が30、B が240です。そしてそれぞれ R、G、B をかけて255で割っていきます。そうすると計算した結果が R が8、G が1、B が9になります。では乗算をかけた後の色をまた見ていきます。では青いレイヤーをまた通常から乗算に戻します。そしてこの色をスポイトを使って見ていきます。ではスポイトでこのようにやると計算した RGB とほぼ同じで R が9、G が1、B が9というのがわかります。これが白や黒などの淡白な色以外で使える乗算の計算式です。でもちろん白や黒もその計算式に当てはめた結果、白は透過、黒は黒のままになります。と言っても乗算を使うときにこの計算式をやるかと言われたらやらないので、簡単に乗算の特徴を覚えるとしたら、真っ黒は真っ黒のまま、白は透過、それ以外の色はもう一枚のレイヤーの色を反映してさらに暗くなるという感じです。
そして2つ目が描画モードの乗算の使い方です。描画モードの乗算の特徴や計算は分かったけど、結局どうやって使うのと思った人も多いと思うので、ここで乗算を使った例をいくつか挙げていきます。計算で頭がパンクするとなった人はこの例を見てなんとなく分かっていただけたら嬉しいです。ではまず白と黒の写真とカラフルな写真を合わせた例です。まず1枚目に白と黒の木の写真を用意しました。そして2枚目にこの空の写真を用意しました。でもしこの木の写真の白いところに先ほどの空の写真がパッと入ったらもう最高ですよね。それが描画モードの乗算だったらもう一瞬でできてしまいます。では上にあるこの空の写真をクリックして描画モードを乗算に変えていきます。そうすると木の背景の白いところに先ほどの空の写真が入り込みました。でこの木の写真はもともと白と黒です。で乗算の白と黒の特徴は、真っ黒は真っ黒のまま、真っ白は透過だからこそ白いところに空の写真がパッと入って黒い木は何も変わらないんです。なのでわざわざ木を切り抜かなくてもこの場合乗算でパッと一瞬で作ることができます。でさらに先ほどは白と黒ベースの写真に空の写真を入れて乗算したわけなのですが、ここでもう一枚写真を加えていこうと思います。ではこの白と黒の鳥の写真を取り込みます。こんな感じで周りは白、そして鳥のところが黒い写真です。これも乗算してしまえばこのように一瞬で先ほどの画像の中に入り込むことができます。なぜならこの先ほど取り込んだ鳥の写真も背景が白で、鳥が黒だからそのまま黒として鳥は残って背景の白いところは消えたということです。では次に白いものに色を加える例です。この画像の中の白と影のかかった灰色のこの椅子を描画モードを使って色変更していこうと思います。もうすでにこの椅子は選択しておきました。そしてマスクをかけてあります。では一旦背景のレイヤーもつけてこんな感じになります。そしてここからベタ塗りのレイヤーをつけていきます。では塗りつぶし調整レイヤーからベタ塗りを選びます。そしてちょっと黄色っぽい色にしたいのでこんな感じの黄色にします。そして OK をクリックします。でこのままだと写真全体にベタ塗りのレイヤーが反映してしまっているので、それをこの切り抜いた椅子の部分だけに反映させるためにクリッピングマスクを使います。クリッピングマスクについてはこちらの動画でアップしていますが、下のレイヤーだけに反映してそれ以外のレイヤーには反映しないというものです。ではクリッピングマスクをしたいのでベタ塗りのレイヤーと切り抜きの椅子のレイヤーの間に矢印を持ってきてオプションを押すと、こんな感じで下矢印が出てくるのでそこでクリックします。そうすると椅子だけにベタ塗りレイヤーが反映されました。で今描画モードは通常になっているのですが、通常の場合こんな感じに見えます。もう椅子の部分ががっつり黄色で塗られていて、影もなく奥行きもないのでもはや何なのかもよくわからないですよね。ではこのベタ塗りのレイヤーに描画モードの乗算をかけていくと、こんなリアルな感じに見えるようになりました。描画モードの乗算の特徴は、白は透過、そして白黒以外はもう一枚のレイヤー、つまりこの黄色のベタ塗りのレイヤーの色を反映してさらに暗くなるということでしたよね。なので白い椅子のところは黄色が透過して、そして影の少し灰色の部分はベタ塗りの黄色より少し暗めになりました。こんな感じで椅子の色を変えようかな、どうしようかなという時に一旦フォトショップで乗算を使って確認できたりするのもいいですよね。では次にこの白い車の色を描画モードの乗算を使って変えていこうと思います。この白い車はパッと見白いのですが、このライトで照らされているので影もあって灰色の部分もあります。さらに車の窓のところなどは黒くなっています。ではもうこの白い車ごともう丸々選択していきます。もうすでに選択したものがこちらになります。ライト以外の部分を選択してみました。ではここにベタ塗りレイヤーをつけて乗算をかけていこうと思います。では同じように塗りつぶし調整レイヤーからベタ塗りを選びます。では今回はちょっと緑にしていきます。で OK をクリックします。でこれも車以外のところにはこのベタ塗りのレイヤーは反映させたくないのでクリッピングマスクします。ではオプションを押しながら
下の矢印が出てきたらクリックします。そうするとこんな感じで車が桃緑になりました。で、描画モードが通常だともうこんな感じで見えます。ですがこれを描画モードを乗算に変えるとこんな感じに自然な色替えのような感じに見えます。もう何度も言いますが、黒いところは真っ黒のまま、白いところは透過、そしてそれ以外の場所は色が少し暗くなって反映されます。なので車全体にベタ塗りレイヤーをかけたとしても白いところには緑が反映して、影の灰色の部分は少し暗めの緑、そして黒は黒のまま残ります。では次にカラフルな写真にひび割れのような模様の画像を掛け合わせていく例です。まずこのひび割れのような柄の画像をクリックして、これも同じように乗算します。そうするとひび割れの柄の画像に1枚目の被写体の写真が入り込んでいるように見えます。乗算の特徴の白いところは被写体が映り込んで、黒いひび割れのところは黒いまま残ります。何か柄、このようなひび割れの柄だったりマーブル柄、紙っぽい柄の写真ともう1枚写真を合わせるともう結構面白く仕上がると思います。そして次に写真の4隅が暗くなる、被写体を目立たせたい時にも使う周辺光量補正も乗算で作っていきます。まず白と黒のグラデーションを作りたいので、ではレイヤーを1枚足して、そしてグラデーションツールに行きます。で、グラデーションツールの円形グラデーションをクリックします。そうすることによって円形のグラデーションを作れます。そして色は白から黒のグラデーションにします。そしたら新しいレイヤーをクリックしてグラデーションを作っていきます。被写体の顔から外に向かってこのようにするとこんな感じの円形グラデーションが作れます。被写体のところら辺は白くて周りは黒くなっています。そしてこれを描画モードを乗算にします。そうするとこんな感じで写真の4隅が暗くなるような周辺光量補正ができます。元はこんな感じの白と黒の円形グラデーションだったので、この白いところはそのまま見えます。で、外に行くにつれて暗くなっていくので写真の4隅が暗くなるというふうに仕上がります。はい、今回はフォトショップの中の描画モードの乗算についてシェアしてきました。もう描画モードは結構難しいのでこんがらがってしまうという人も多いと思うのですが、とりあえず乗算は真っ黒は真っ黒のまま、真っ白は透過、それ以外の色はもう1枚のレイヤーの色を反映して少し暗くなるというのも覚えておけばもうバッチリです。これからフォトショップで合成作品を作るときなんかは描画モードの乗算はよく使うので、ぜひ覚えて使ってみてください。描画モードはもう全部で27種類あるので、こんな感じでちょこちょこ動画をアップしていきます。なのでこれからもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。描画モードの乗算わかったよという人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。計算で頭がパンクする。